しようかな。ボロボロにされる前提のボール今日買ってきました。やばい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 。ダメだ、くわえ切れた。買って30分で物の見事に壊す犬だから。こっちがこの前の日曜日に買ったロープのおもちゃ、6日後でこれです。で、こっちがクリスマスプレゼントで父がプレゼントしたボール。1時間も経ってません。へこんでます。母もへこんでます。危ない、危ない。あ、来た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 。来たあ、膨らんだ膨らんだ、よかった。いやいや、なんかシューって音がしたよ。待って、はい、やばい。本当骨盤が悪い犬ですね。もうダメだ。よし。クリスマスプレゼントはモロクも。加えられたらアウトだ。アウトだね。お前来年のクリスマスまでもうプレゼントないよ。あー残念。一歳の誕生日じゃないか。え、本当に今何時ですか？今36分ぐらい。全然30分経ってないじゃないですか。30分後。1時間後か。1時間ぐらいですか。クリスマスプレゼント、モロクも。何ですかって感じ。早くくれよって感じ。食いちぎって飲み込むからもうダメ。